まあ、この辺今かなり路面が悪いんですけど、相当接地性がいいですね。まさに、ここは、まあ、ニュルのサーキットで鍛えた、サスペンションタイヤってことが言えると思います。おー、かなり、振動がですね、一発で、まあ、路面の悪いところ入っても、ダンピングを止めてる、そんな感じですね。あんまりスパーンとこうオーバーステアにならないところがいいですね。リアのトラクションが上がってるので、どんどんコーナーで踏める感じですね。もうカウンターステア切るぐらいテールが流れるかなと思ったら、かなりこうね、遅刻。おお、トラクションがすごいな。ケツが逃げないで前に行きますね。多分今日このウェットで走らせたら GTR より速いかもわかんないですね。全然怖いところがない、そんな感じですね。ウェット路面でフロントがスキール音が鳴くぐらいハンドルを思いっきり切ってもリアは安定します。サスペンションがこう沈み込んで、その次こう浮き上がらないですね。ずっとこう地面にへばりついてる感じがあります。はい、5速エンジンも下のトルクが出てますから、もう低いギアを使わなくてもサーキット楽しみますね。もうエンジンもガンガン回す時代じゃなくて、3000から5000回転でも、なんかこう十分楽しい走りができます。はい、4速、はい、この状態でアクセル踏み込む、3000から、ターボのレスポンスもいいですね。はい、タイトコーナー、ここは3でいいですね。はい、2はいらない。4、これだけしっかりと安心感があるタイヤサスペンションなら、不安なくこう攻め込むことができますね。まあ、タイヤからこうボディサスペンション、あるいはエンジン、トランスミッション、パートライン、そういったものがですね、全てこう一体感があるという感じがしましたね。特に今日は非常に路面が濡れていて、しかも冷えてますから、まあ、このタイヤ的にはかなり厳しい条件だったと思いますけども、実際に走ってみたらタイヤそのものもですね、ものすごくこう接地感が良くて、いわゆるこうとんがったところがない、まあ、とんがるというのは何かこうちょっと辛みのないカレーライスのように皆さん思うかもしれませんけども、まあ、それはそれで STI としては十分、ホットな、テイストというのは持ってますけども、いわゆるこうドライバーが不安になるようなところはないんですね。ですから限界が高いんですけども、その高いところをきれいに、使い切れるような、すっきりしたこう性能の作り方が印象的でしたね。ですから、まあ、人間とドライバーとこう機械の関係がまた一段と、近くなったような感じがしてます。そしてタイヤ、あるいはそのエンジン、サスペンション、ボディ、いろんなところがですね、ドライビングしながら私から見てよく会話できる、対話ができる、まあ、そんな車に仕上がってるなと思いました。いろんなところで多様化した技術がどん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 出てくると、こう車はある一つの方向にグランドツアラーとして集約していくんじゃないかなということも今日ちょっと感じましたね。ですから多分この車はもちろんスバルのアイモードがありますから、そのボタンを押しておけば非常に燃費も良く、しかも一般道で静かで快適で気持ちよく乗り心地が良くサーキットまで行けます。でサーキットに行けばSシャープのボタンを使うと昔ながらのスバルのホットな走りが楽しめる、まあ、そんな車に仕上がってます。まさにこうオーランドな新しいグランドツアラー的な STI、 そういうふうに私は評価しました。